本日もやってまいりました、はい、スマホゲー女子部かっこ仮、はい、部員の桑原ゆうきです。はい、同じく部員の高井舞香です。水間智美です。はい、顧問の畑総区です。イエーイ、イエーイ、始まったよーい。さあさあ、紐なしバンジーはどんな感じでしたかね。そうよね、先週ね、そんな感じだったよね。挑戦するっていうことで、そう、もうやってきましたよ。おかげで今日はもう髪の毛をびしょびしょで収録に行ってみたいと思います。その足で収録前にありがとうね。できてもそのまま、はい、そのままなんでさ、ハードスケジュールなの。よかった、帰ってきなくて今日。そう、無事に生きて帰ってきました。よかった。これからね、夏だからね、うん、まあ、飛び込みもありかなってちょっと怖いんだけど大丈夫。なるほど、小芝居はこの辺にしたいね。あの、まあ、今日大雨だからね。まあ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 、天気はね、悪いですけれども、悪いですけども、はい、元気に、ね、いきたいと思いますよ。はい、引き続きスクエアエニックス様から好評配信中のサムライライジングを攻略してまいります。はい、さあ、みんなライジングしてるかな。ライジン、ライジン、そういうライブで、ライブに赤で書いてあるから、ライブに赤でライジングしてるって書いてあるから。ライジング、ライジングしてる、なんだ、そう、なんか流行らせていかないと、キャッチコピーみたいな、あー、CM みたいな、こう CM 来るから、みんな、そうか、みんなライジングしようぜ。危ないよ、危ないよ、危ないから。はい、もうライジングはもうちょっと置いておきます。皆さんもね、どこまで進んだのか。はい、結構前回でもともみちゃんとまいかちゃんはだいぶ進んでましたけれども、うん、はい、皆さんそれからより進みましたか。お、中間報告ですね。継続が大事ですからね。あ、そうですね、うん、コツコツですよね。はいはいはい。ではまずは私の新着情報から見ていきたいと思います。はい、私は今ランク29です。おー、で、ロゼさんがレベル30になりました。28? あ、でも、もうちょっと進捗状況情報って、ボロボロ進んじゃった。ボロボロだよ、ボロボロだ。あの、とりあえずランクは28ではい、はい、ロゼさんがレベル30の、かすみが23、キニヤちゃんが19って感じですね。バランスが良いしてますよ。で、今クエストがどこまで進んでるかと言いますと、エリア22まで進んでます。すごい、そうね、あの、ぼっちでやってるからね。はい、進めてますよ。ぼっちでもそこまでいけるんだ。ただね、あの、ロゼさんの、うん、あ、これじゃない、武器が、装備がね、まだ揃ってないんですよ。この武器がね、星3のしかないんで、星5が欲しいなと思ってます。私はこんな感じです。はい、はい、次は高井の進捗状況をお伝えしたいと思います。こちらです。はい、もうね、やっとね、全員レベルが30になりました。すごい、すごい。なので、あの、30になると、あの、アビリティが全部開くんですよね、うんうん、なので全員アビリティが開いてる装備じゃないですか。そう、すごい、あ、星5、そう、装備だね、星5がある。ほんとだ、すごい、金ピカだ。そう、あ、マジで、あのね、金ピカプラス4になって、ソウジンがね、いいですよ。あ、すごい、エクスカリバーを持ってます。すごい、強いやつだね。強い、でもなんか星5もやっぱり自分がパーティーで使ってるキャラクターのがなかなか出なくてっていうのがあるからね、早く私は槍の、ね、矛の星5が欲しいなって思ってます。結構ね、あの、お家で、私、みじまちゃんの企画で、そう、一人でゲームがね、できないの。だから、結構あの、オンラインで、他の人のお部屋にお邪魔したりして、そう、いいな、マルチでやってるから。いい、私もやりたいんだけどね、蹴られちゃうの。ブロックされてたら、出速がなんかおかしくなっちゃうんだよね。お家の Wi-Fi をよく確認して。なんか、でも、私もね、あるの。あの、じゃ地図って一回使うとなくなっちゃうじゃん、うんうん、だから地図を自分が出したのね、うん、出したのに自分の接続が切れちゃって、うん、みんな私の地図で頑張ってくれってなって、そんなことあるんですね。だからやっぱゲームをオンラインでするときはお家の Wi-Fi をよく確認しましょう。
それじゃあ小原さん、はい、前回はあれでしたけど今回はどうかしら、はい、前回はあれだったけどどこまで成長したのかご覧いただきましょう、はい、どうぞ。さあこんな感じでございます。はい、5から10へ。おお、倍に大幅ランクアップ。すごい、すごい、みんなのオーブがね刺すんだ心を刺すんだ。だって40とか言ったじゃんさっき。言いましたけど、ね、まあまあでも、ね、そう5から10へって言いたいがためにこの、はい、もう上がりそうでしょ。あ、本当だ、あとそれをね寸止めにしたんだよ電車の中でね。ちょっと上がりそうだったからこれは中途半端なに止めてきた。あえて寸止めしてるんだよもうすぐ行っちゃうからランク11ね。おで、こんな感じでパティはこんな感じで、うん、あ、覚醒してる。あ、シエン君お気づきだろうか、うん、そうなんですよ、うん、そうなんです。この子ね使い心地が良かったんです。遠くから攻撃できるから。装備は、はい、なんかいろいろつけてます。あー、はい、あー、ついてる。さっきあんなに褒めてくれたのに急にもう、まあまあまあ、この子はね装備の方が、何もない、あ、何もない、ちょっと待って、え、やときちゃんは、うんうん、ちょっとつけて。中途半端やめて。まだある装備持ってるんじゃない、もしかしたら持ってるかもしれないよ。あるから、うん、あるある、着せてあげよう、うん、装備、装備、うん、ね、見てみたら星3あるんじゃない。 3? あれなんか同じような色あれいっぱい嘘、なになに、あ、でも見、あ、でもきっと防具は、防具防具防具、うん、防具、防具はある、ある。静か。みんながすげえ静か。いっぱいだから倉庫に行ってるかもしれない。そうだ、倉庫に行ってるんだ。何、倉庫って何？あ、倉庫はこっちやってこの受け取りで倉庫行くと。ほらほら、ほらここに星さんがあるかもしれない。もしかしたら。で、あるかもしれない。同じお洋服がいっぱい。クエストの進捗状況ね。あ、そうそうそう、そっちもいいかもしれない。そう、そうですね、そう、切り替えて、切り替えて。前回でもクエストどこまで行ってたっけ。2? 前回ね、3、2、3か、うん、これか。あ、おっ、あ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 、声量上げてこ。ここまで進みました。私も基本ウォッチプレイで行ってます。はい、まあここから成長していきたいと思いますね。はい、前回の収録からそんな期間空いてないんでよろしくお願いします。お洋服をね、はい、着ようね。そうですね、お洋服着たいと思います。ではでは畑先生、はい、はい、どのくらい進んでるか拝見したいと思いますけれども。いや、もちろん先生ですからね。先生ですからね、うん、すごい、皆さんのお手本になるように進めております。はいはい、はい、こんな感じです。お手本パーティー、じゃじゃん、うん、おお、おだいぶパーティー編成が、うん、そうです。ちょっと前回は星4までしかなかったんですけど、うん、はい、まあ、ちょっとまあ星5が出まして、おー、強そうな、ちょっとだけ強い、強くなりました。まあ、でもまだちょっと育成中なのでレベルはあれなんですけど、はい、うん、はい、こんな感じになりました。おー、先生もすごい上がってる、はい、え、けどどれもレベルが結構本当だ上がってますね、うん、でもなんかどっちをちょっと上げていいかが悩んでしまって、うん、なんかちょっとどっちつかすかなみたいな感じで、うん、まあ、装備も私もまだちょっと星3までしか出てないので、うん、なんかぬるっとした感じですね、うん、ぬるっと自分で自分で言っちゃうぬるっとした、非常にぬるっとした感じになっております。クエストは、はい、前回が11だったんですけど、はい、だいぶその星5の子が出てくれたおかげで、はい、進めまして、おお、はい、今19の真ん中くらいまで来てます。進みましたね。はい、こんな感じです。はい、いや、やっぱお手本パーティーということもあって、うん、うんうん、バランス型です。バランス型です。自信持ってね。まあね、サムライライジングのね、楽しみ方はこうステージを進めていくことだけじゃないので、はい、じゃあ前回も言ったようにおさらいをしてみましょう。はい、じゃあ高井さんお願いします。はい、まず最初は多彩なジョブです。はい、サムライや武士、竜騎士などなど現時点で11のジョブがサムライライジングにはあります。はい、はい、それぞれ個性的なアクションと特徴を持ったキャラクターがたくさんいますよ。はい、はい、大変よくできました。まあ、間がすごい垂れましたね。はい、じゃあ次はレイマさんお願いします。はい、任せてください。はい、次は豊富な
カスタマイズ要素です、うん、装備品には新ピドっていうのがあって、うん、同じ装備でも性能が違うんですね、はい、うん、武器と防具、装備品はクエストで手に入れられるし、キャラクターアビリティの継承なんかで個性を出すこともできるので、お気に入りのキャラクターを思う存分コーディネートしてください。はい、そうですね、クエストを遊ぶのに制限がないので、はい、どんどんチャレンジしてほしいです。はい、そしてじゃあ小原さん、はい、リズムに合わせて画面をタップしてフルコンボを目指します。あれ新感覚、ちょっと違う、何のゲーム、あれだ、ライジング、ライジング違うゲームになっちゃうよ。と見せかけて協力プレイでございます。マジ、はい、はい、全然明後日の方法なんか、はいはい、一回ボケるんですよ、ね、私一回ボケるのよ。ボケるのよ、信じてました。はい、はい、小原さんはやればできる子だって。あ気まずい気まずい気まずいよ。まあでもね、先生のモットーは自由奔放なので大丈夫ですよ。あっ、ゆうかちゃん、これすぐってなっちゃう、怒られてるのか怒られてるのか分かんない。これ笑いながら怒る人でした。はい、女子部としてはマルチプレイをしていきたいと思います。はい、いつかマルチプレイしてますか。ぼっちプレイばっかり。ぼっち、基本ぼっち。されてるかなって方もいれば、ぼっちの方も、ね、うん、いるんですけど、ぼっちの方、ぼっちの方って全然ぼっちの方もいます。優しく傷つけられる。それじゃあ今回はですね、水間さんにホスト役を務めてもらって、はい、このメンバーで初めてのマルチプレイに挑戦してみましょう。やばい、まあ、そうだよね、みんなで会ってするのはね、うん、なかなかないしね。そう、始まる初めてです。うん、私がホストを務めさせていただきます。なんで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 、さ、時間もあるから行きましょう。時間違う、まだ時間ないから、行きましょう行きましょう、何も触らなくていいから、いいからいいから。はい、ではマルチプレイをする際行くんだ。するっと行かないよ、拾わないこともある。それも優しさ。はい、注意することをお伝えしたいと思います。はい、基本的に難易度ハートからチャレンジ可能です。2、プレイ中はシングルプレイと違って一時停止はできません。3、招待される側は該当のエリアまで進んでいなくても参加できます。やったー、うん、今日は天の声なしですね、先生。確かに、天の声なしなんですよ。先生すごい。先生いつもすごいですよ。さすが、さすがです。ということで、はい、今日はですね、ちょっとゆうきちゃんのレベルに合わせて、何今日は2の3のハードでマルチプレイをしていきたいと思います。ありがとうございます。皆さんです、足並み揃えていただいて。、まあ、みんなでね、初めての共同作業だからね、うん、嬉しい、しっかり成功させていきましょう。頑張ります。と、うん、いうことで早速出撃していきたいと思います。はい、出撃。はい、じゃあみんな行くよ、ついてきてね。はい、よしよし、おりゃ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 、もうサクサク行けますね。ここはもう楽勝ですよ。早いですよ、早いですよ。たまにこれ槍出すよね、頭から。どれこの、あのプニプニしたやつ、あ、頭から角頭から槍角出す。あ、左の方に大きな敵が出てきましたよ。あ、すごい、何だか、すごい、すごい、ましょう。はい、ボスです。うん、もうなんだこれは、今日チーター、チーター、ライオン、ライオン、なんかチーターとライオンが組み合わさった。クワール今回は武器破壊できます。V破壊があります。今日早速使いよう。逃げろ逃げて、あーくるじゃあ私が超人で殴ります。お願いします。今持ってる間は先は私を受けてくださいね。おー、よいしょ、すごい、そんな動いちゃった。
うん、どんどん刻んでいこう。先生が持ってるあらガバンがすごく欲しかったんですよ。なんでどこに行くの、どこに行くの、ガバンの技を覚えさせちゃった。クルクルしてます、クルクルしてます、いきます。おお、どんどんやってるとこ見たい。クル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 、ちょっと遠目側に見えるかな。便利な時もあるんですけど、最後食らっちゃったりして、ちょっとおー、来た、ちょっと難しい。よし、あ、上破壊成功。お、倒れた倒れた倒れた、みんな今のうちに来ないで来ないで、かい、あ、出た出た、みんなみんな進みに行くぞ。あ、また倒れた、今のうち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 、よいしょよいしょ、あの、あ、やばい、じゃーん、あの、もなくなりそう。あ、みんなが気絶してる、気絶してる。よしよし、倒した、やったやったやった、うわー、倒れた倒れた、やったやった、みんなの力を合わせて初めて倒すことができました。これは嬉しい、嬉しい、いやー無事ね、うん、クリアしましたね、いや嬉しい、よかった、うん、みんな生きてたし、そうです、ね、生き残ったよ。そうそう、どうでした、なんかやってみて。いやでも今回私宗神名乗るを覚えたてでやったんですけど、うん、名乗るを使うとやっぱり私の方に向かってきてくれる、ありがとう、すごかった、あれ元気してくれるの嬉しかった、する感じがあったね、すごい、そうだ、そう、マイカちゃんは引きつける役やって、私たちはこう、キリ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 背中で、背中を守ってましたよ。背中を守る、背中を守るバシバシやってたね、バシバシやってましたよ。やっぱね、マルチプレイっていいですね、いいですね。まあ、今回ね、あの、やっぱいい武器というかリアリティの高い武器は出なかったけども、うん、まあ、これ何度失敗してもチャレンジできますし、ですね、何回もいっぱい行くと、うん、いい武器が出たりします、うん、はい、それにね、あの、もし誰かがね、戦闘不能になっちゃっても、うんうん、ね、また誰かが生き残ってればベストはクリアできるんで、いや、それはありがたいところ、本当にとってもありがたいところ、ありがたい、うん、いっぱい武器集めていきましょう、うん、逆にどんどんチャレンジしていきましょう、はい、それじゃあ今日の女子部の活動はここまでです。はい、はい、ブームアップゲームス、そしてブームアップゲームスチャンネルではサムライライジングをはじめ様々なゲームの攻略レビューを行っております。はい、この動画に興味を持っていただいた方はぜひチャンネル登録ボタンを押してください。登録はこちらからお願いします。お願いします。はい、それじゃあゆきちゃん行きましょう。自然の流れで、そうですね、それでは行きましょうか、お願いします。はい、じゃあ次回のスマホゲー女子部は、チャレンジ企画畑沢子さんにやっていただきます。畑沢子さんには家の鍵を開けっぱなしにして1週間旅行に行ってみようという企画をやっていただきます。